読み上げてください。もう一回読み上げます。勝訴やったー、すごい。もうこのままちょっと地球割れちゃうんじゃないかっていうぐらい。放射能って本当は危ないんですかねって、そういうお母さんたちがいる。従業員の入り口に自分の身は自分で守れって張り紙が。別世界に来たような、あの子供たちに安心してご飯食べさせられるのは、ゾウがアリを踏み潰すような。選挙官も出さず、バンザーイ、バンザーイ。Shortly after the nuclear accident、 原発さえ爆発しなかったら離婚はしませんでした。腸に穴が開いた、まあ、脳腫瘍で、ここずっと一生これを抱えていくには。はい、本日の高橋宏樹のシネマ館配信も、素晴らしい映画監督とお話しさせていただきたいと思います。まずは自己紹介のほどお願いいたします。映画監督をしています阿比古渉といいます。今回、決断、3.11、から13年経った、自主避難者の、そして母子避難方々を、この映画で、表していました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。監督お久しぶりでございます。はい、あ、どうも。もう4年か6年前ですね、あの作品ね。そうですね、奇跡の小学校の物語ね。はい、あ、そうですね。あれも拝見させてもらって、あのインタビューさせてもらいまして、いや、その間にまだ続いてます、あの映画実施上映みたいな感じでね、ずっと続いてます。ずっと続いてます。ありがとうございます。ね、やっぱりこういうですか、あのドキュメンタリー映画というのは、まあ、見るのも大切ですけども、まあ、その上映、はい、上映を踏まえてね、いろんな会話というか、それも、ね、そうなんですよね、必要というか、あの、はい、普通の映画の興行プラス本当は、うん、まあ、実施上映がいいのかどうか分かりませんけど、こう会話するタイミングのきっかけになる映画かなと思います。はい、そうですね。なんか我々今回ね、赤いチラシでボンと決断って書いてるんで、うわ、はじめ、ね、どういう内容やのか思ってて、我々思ったぐっさり来たんで、あれと思ったんですよ。まあ、ゆくゆく考えると、そういうちょっと震災系とか福島を扱ってる作品なんですけども、うん、まあらすじといいますか、はい、概要の方よろしくお願いします。はい、3.11 からですね、13年経った、はい、時間が経過しましたけども、はい、未だにですね、避難者がいる、はい、その現実を知ってほしい、そして、うん、福島には強制避難者と、はい、自主避難者という、これはあの原発事故で特有の避難者が2つになっているということもね、はい、皆さんは知ってほしい。で、特にね、自主避難者の存在を知らない人たちがいっぱいいますんで、はいはい、そういうところも知ってほしいなと思って、今回作りました。はい、そうですね。ね、避難っていうと、どうしてもあの家が崩れたとか、そういうのだけでなんか思いがちになってしまうんですけども、はい、今回やっぱり、原発の事故があったからっていうところが一つあれですよね。そうですね。あの中でも語られてますけども、やはり全然伝わってないところとか、あの、うん、こちらのちょっと離れてるあのね、あの人間の認識の違いですね。ね、割合ありましたね。特に西に行くと、やはり 3.11 のもうその事故すらもうだんだん薄れていく、はいはいはい、忘れられていくっていうかね、はい、もうほとんど認識ないんじゃないかなという感じです。なるね。あの、私はどっちかというと、1.17 の震災族なんですよ。ああ、そうですね。うん、私、ね、ほんで、はい、ほんで、あの、ちょっと実の姉夫婦亡くしてるんで、ああ、そうです、はい、それもあって、ほんで、あの、3.11 の後は、東北の方なんですけども、あの、はい、宮古と気仙沼はお伺いしたんです。で、福島は、あの、寄る機会がなかったので、あの、うん、通るだけって言ったらおかしくね、新幹線で通過する地域やったんで、うんうん、あの、はい、全然東北のことは見てるんですけど、やはり、うん、こう県が違うと全然被害も違うし、うん、その、ね、住んでる方の意識っていうのも違うから、あの、うん、いつもその福島の舞台の作品とかドキュメンタリーを拝見すると、やっぱり知らない部分っていうのが、うん、あの、多々ありますよね。
これは、避難というか、被害のね、はい、状況が特有ですから、この原発事故に関しては。はい、家はそのまんま、はいはい、できたばっかりの家もありますから、うん、はい、それこそに住めない状況で、避難されている方、はい、そしてその住んでないんだけども、家のローンだけずっと払い続けてなくちゃいけないっていうね、はいはい、そういったね、不思議な避難の実情っていうのが、うんうん、また分かると思いますよ。うん、まあ、その各家庭でいろんな事情はあると思うんですけども、やはりこの作品見せてもらったら、やはり事故がなければっていうところが一番大き、ああ、そうですね、大きかったですね。皆さん、はい、口々におっしゃってるのは、うん、やっぱり家の事情よりも事故っていうところですね。うんうん、まあ、これ家族がね、はい、バラバラにならなくちゃいけない現実、はいはい、で一家揃って避難すればいいのにと思うんですけども、はいはい、やはり旦那さんは経済事情で、はい、お金を、やっぱり仕事でお金を稼がなくちゃいけない、はい、そして、うん、お子さんはやはり、お母さんが、放射能汚染からやはり遠ざけたい、はい、そういった格闘がこの決断を生んだんですけどね、そういったことを皆さんに見ていただければなと思っています。そうですね、だからね、私もこの、ま、これ10個のエピソードとか、ね、中心は10、はい、家族がメインになってるんですけども、本当にその知らないこと、今この十何年経って初めて知るような内容も多々あったので、うん、そうなんや、勘違いしてたところもあるし、そういう、どうですか、こう避難に関しても、もうちゃんと国であるとか、自治体がちゃんとやってはるねんなっていうのがあったので、でも実情全然違うかったりとか、うん、ね、一方的っていうか、うん、ね、よくこの中で出てはる人が、すべてこう、なんか置き換えられてるっていうのが、すごい印象的で、あ、なるほどなっていう、その、事故がメインになってこなくなったっていうね、うん、おっしゃってるのが、すごい印象的でしたね。特にやっぱり放射能汚染っていうのはね、はい、これはもうどこにでもない被害の状況なんで、はい、そういうものに関してはやっぱり、はい、なかなか認識されていない状況っていうのはあると思います。はい、それはやはり、はい、この原発訴訟団っていうのが全国に30ぐらいあるらしいんですよ。はいはいはい、そこの人たちがやはりそういった争うことになってしまった、はい、そして裁判で戦わなくちゃいけないことになってしまった。うん、でもその、はい、お母さんたちは 3.11 の前は普通のお母さんですから、はいはい、ママさんたちがこの13年経過していろいろな活動をしなくちゃいけない立場に置かれてしまったっていうことも、はい、うん、この映画で皆さん知ってほしいなと思ってますね。そうですね、だからもともとそんなに皆さんが原発に対して反対してたわけではないですよね、イメージ的にね、我々その自分たちの、うん、まあ、やっぱ生活の源にもなってる部分もあったから、うん、だからいきなりも、だから前から言ってたからこうなったじゃなしに、その 3.11 を切り替えに皆さん考えが変わったりとか、気づいたっていうのがあれありましたね。うんうん、本当にその事故の、そういったその、なんていうんですか、知識、はい、そして放射能に対する知識、原発に対するこう何かっていうのは、はい、本当に持ち合わせてなかったんです。はい、で、最後に出てたラジオのアナウンサーですら、はい、そういったことの意識っていうのも、本当に、はい、皆さんなかったですから、はい、その中でやはり原発が爆発して、どういうふうになっちゃうのか、体にどういう影響があるのかっていうこともね、うんうん、皆さん分からない状況の中で、右往左往するしかなかった、本当に、うんうん、そういう状況がやはり福島のこの事故の、うん、実際のことだと思いますね。はい、だから東北全体としては揺れがあって津波があってっていうところで止まってますけど、やっぱり福島それプラス、福島県以外もちょっとありますけど、福島県は特にそれプラス放射能っていうね、はい、そこですね、だから震災の中にどうしても皆さん目に映ってる部分、揺れの被害とか津波の被害がありますけど、やはりこの放射能の被害っていうのが
ね、見えないから。こればっかりはね、うん。だからそこの怖さとか、あの、大事さっていうのが、やっぱり伝わりにわからないですよね。そうですね。あの、壊れたものは立て直せば元に戻るんですけど、はいはいはい、この放射能線ばっかりはね、本当に見えないところで、うん、もう消すことができないっていうか、はいはい、もう何十年何百年しなくとなくならないものがいっぱいありますんで、うんうん、あの、そういったものはね、やっぱりもう作るべきではないし、稼働させるべきではないとは、この映画を持って、思いますよね。うん、どっちかというとあのこの、まあ、そのこれは悲劇を描くというよりもそのやっぱり原発 の, その再稼働防止みたいなメッセージが強いっていう感じなんですかね。もうそうですね。あの避難の、はい、なんていうんですか、難しさっていうか、うん、あの困難さで、はい、その今、まあ、能登半島の記憶が新しいと思いますけども、はいはい、避難することのその大変さっていうか、うんうん、簡単じゃないんだよっていうことをこの13年の避難者に、うん、皆さんこの言葉を聞いてほしいと思います、うんうん、ですよね。あのまた全然状況違うんですよ。去年あの父親が亡くなって実家がなくなったんですね、うん、前はね。だからやはりあのここはあのこの劇中では、まあ、ふるさとっていう言葉を使わないでほしいとか、まあ、言ってはりましたけど、やはりその元に戻るところがなくなるっていうのもすごい寂しいのに、うん、あってもまあ戻れないっていうのも、ね、それも虚しいですよね。諦めがつけないというかね。なんかそれ見ながら、やっと自分がそういうちょっと実家がなくなったから、余計にあの、うん、分かるっていうか、やはりあったらちょっと客観的に見てるから、ちょっと他人事みたいな気持ちもあったんですよ。今回このタイミングで拝見させてもらうと、その辺ね、寂しいよねっていう、もう離れるっていうのは寂しいよねっていうのが割合伝わってきましたね。そうですね。元やっぱりあの生まれたところそして育ったところっていうのもね、うん、去るやっぱり悲しみだとか、うん、そこを離れる勇気っていうかね、はい、あのそういうものを、ね、この映画で表しているつもりです。そうですね、まあ、それはもう本当に伝わってきましたんで、はい、で、まあ、あの福島を取材するドキュメンタリーとか映画とかは多かったんですけど、これは割合福島からこう、ね、本当に避難しに行ってその違う土地での活動も描いてるというところが ね、そこも我々今まで の, その作品と違うところのイメージを受けましたね。そうですね、うん、悲しみを持って下向いている場合だけじゃないぞと、うん、あの一歩踏み出すためにはやはり何かを変えていかなくちゃいけない、うん、そういった思った人がですね、うん、この離れたその避難地で選挙に出て立候補するっていう、うん、はい、やっぱりこれ並大抵のことではないと思います、うんうん、地盤があるわけじゃないし、うん、支援者がいるわけじゃないところでですね、うんうん、そういったことをこう議会議員選挙に出て何かを変えるためにっていう立ち上がった姿っていうのはやっぱりね、うん、それ相当の覚悟で、うん、望んでると思いますよね。そうです。だからあの長年住んでる場所でもそのね、政治に参加するか立候補するっていうのはすごい勇気がいることで大変なことやし、うん、まあ、どっちかというとこう ならないのにこう避難先で立候補されてっていうのは、そこはすごいもう見習う部分がいっぱいあったなと思いながらね、あのそれが何人もいはったんで、一家族だけやったらまあねって思うんですけど、こう皆さんがそういう立候補までしてうんうんということで、でまあその地域のことを考えるイコール我々なんか国全体のことをね、我々その福島県ではだけではなく、なんか日本全体のことを考えて、まず立候補しあったっていうところが、なんか、あ、すごいなっていう、うん、思いました。あの時はね、時を同じくして、はい、4人か5人、はい、一斉に立候補したんですよ。はい、これ面白いっていうかね、はい、あの不思議な現象だったんだなと思って。はい、撮影してましたけどね。でね、ちょっと違う場所とかでもね、ありましたからね、全部こう一箇所でこうじゃないから、うん、だから、うん、なんかすごい、これは、まあ、元気つけられるって言ったらまた違うと思うんですけど、うん、拝見させてもらって、うん、すごいなって思いましたね。あの、同情とかそんなんじゃなしに、本当に
強いな、そのどうですか、とんがった強さだなしに、うん、本当にこう優しいとんがった強さっていうかね、うん、なそれが皆さんありましたね。特に本当にその子供を連れたその、うん、若いお母さんがそういうふうな立候補してる、うん、そういったたね、やっぱり母子避難のその女性が立ち上がる姿っていうのに、うんうん、私はすごく感銘を受けて、うん、もうこの強さっていうのを皆さんに見ていただきたいと思いましたよね、うん、そうですね。だからこの守る、この家族を守るというのが、この男の守ると女性の守るがこの作品では全然正反対っていうか、うん、なんか守るってどっちが本当に守ってるのかなっていう感じでね、見てこの今もう男女のその差はありませんけど、ね、人間としてこう女性の方がやっぱり強いなと思いながら、そっちのが守あの昔は家内言うて女の人が家におって家族を守ってたけど、うん、まあ、この際、まあ、いろんな状況ありますけど、その離れられるとかいろいろあるけど、うん、そっちがあの男の方が家内になってましたね。そうそう、うん、そういうところがね、ちょっと、うん、もうそこにね、うん、踏み出す決断っていうのはやっぱりね、うん、その女性ならではのね、うん、あの潔いとか、うん、あの決断力っていうのは男にないものが多分あったんじゃないかなっていうことで、うんうん、どういうふうなあの皆さん見方をするかなと思うのが楽しみですよね、うん、でも私はでもその辺がねすごいなと思って見たから、はい、やっぱりそうなってくるとこの政治の世界にやっぱり女の人がどうぞどうぞ必要やって、結局、はい、あの震災の時にももうちょっとそういう女性の議員さんが東北でも国でも多かったら、うん、また違う保障とかいろんな展開になってたんかなっていう思いますね。だから絶対見方違うんですよね、うんうん、このものの、 あの角度も多分、うんうんうん、男と女っていうのはね、うんうん、だからそういうところがやはりうん、多様性を持ってこの国を作っていかなくちゃいけない源なんじゃないかなと思います、ねうん、そうですね、映画で、うん、だから結局まあそういう事故を起こしてもあの男社会ではなんか守ろうとしてる部分がちょっと違うというかね、うん、そういうところもちょっとこれ見て感じましたね、うすうす、はい、あの、はい、やっぱりこれ女性がもし原発のところに女性が多かって守ってるんやったら、うん、ちょっと流れは変わってたんかなって、うんっていうのね、ああそれは多分大きな あれだと思いますね、うん、これ、うん、そういうところが、そうですね、この作品を拝見させてもらって、うん、我その辺が一番なんか考えたというか、あの、印象に残りましたね、うん、それは意識して作ったつもりでもあります、私。あ、そうですか。でもまあ、何気ないね、あの描写なんで、こう絶対にそれを強調してるわけではないんですけど、あ、それはないですか、ね、なんか10本見てる間であのこの母とこの避難って書いてるから、もう暗いままで悲しいままでのところ追っかけてるんかなと思ったら、うんうんうん、この運命を書いたのはいい方に、このね、なんか自分だけの運命を書いたらしにっていうところにつながってくるんで、あ、なるほど、この題名の見るとこの題名がぴったりくるという見る前ではちょっと決断硬いなとか運命を書いたってなってくるとなんですけど、見ると別にこの題名とサブタイトルでぴったり合うし、あ、それを訴えてはるんやなっていうのが分かりました。うん、で、間、あの震災からの、まあ、震災の時の状況も説明されてるし、そこから十何年経ったっていうところも意味があるんですね、やっぱり、経ってもっていうところ、ね、そうですね。うん、このやっぱりあの撮影に7年ちょっとかかってますけど、はいはい、やっぱりそういった時間経過のもとにやっぱり人間が変わっていくような、はいはい、そういったことの姿もあの、うん、見ていってほしいな、ね、この避難の、ね、実情、うん、そして避難の難しさ、あの生き方、そういったことがほら簡単ではないんだよっていうことを皆さんに知っていただければなと思ってます、ね、うん、そうですね。で、各エピソードが ING で終わるってね、まだ終点じゃないよ、はい、どのエピソードもどっちかというとなんか ING で終わるのが多かったので、あ、これはまだまだ続くんだよねって、もう片付いてない問題だよねっていうのが、そういう演出かなと思いながらも、そうですね、これから、うん、あの終わらないんでね、この避難者の生活が、うん、はいはい、映画はこうやって終わってますけど、はいはい、
今避難している方々の日常にずっと避難者の、うん、あの肩書きがついてますから、うんうん、それがいつかね外れるようになればいいなとは思ってますよね。そうですね、まあ、それはまあ戻ってっていうことですね。その避難先で移住するんではなくてやっぱり元のとこに一旦戻るっていうことが大切です、うん、あのねそれがまたね、うん、ちょっとありますね。あの避難先で穏やかに暮らしたいっていう人もかなり多いです、うんうんね、もう二度と戻らないっていう方々 の、うん、あの決意もいっぱい聞きました、うんねうん、だからまあそこはちょっと難しい、ね、難しい客観的に言うともう戻るか住むか決めたらっていうね言いたがってしまいますからね。このね外部からねしたらね、そうそうそう、ね、うん、そうですか。それ、まあこれね、今十何年経ってますけど、この作品を見て、まあいろんなことを皆さんが考えて、まあその原発とはっていうところもちょっと もう一度考えてねもらわないと、まあいろいろ再稼働の問題とかもいろいろ出てきてますし、はい、でまあそういう原発の近いところの震災点もね今年発生してますから、やっぱりこう危機感を持たないとダメですよね。ちょっといやダメですね。ね、あの地震は揺れだけじゃないよっていうところもやっぱり、ね、そうそうそう揺れ波こういう放射能っていうところもねちょっと考えないといけないかなと思います、はい、うん、あの変なし私がん治療した時に放射線治療もしたんですよ、はい、そうです、うん、ほんなやっぱりそういう治療の部分の放射能でも変なし後遺症っていうのが出るわけなんで、うん、やっぱりこのその原発の放射能っていうのはやはり怖いっていうのがありますね。この劇中の中でも語ってはった方いらっしゃいますけど、はい、やはりそういうのはもうそこまでやっぱり考えないといけない問題やなっていうのを改めて思いました、ね、はい、ぜひともう一回、皆さんもう今一度ね、いろんなことを考えるきっかけになる作品なんで、まずは劇場で、見ていただきたいと思いますけども、監督最後になりますけども、メッセージのほどお願いいたします。能登半島の被害皆さんには、まだ近しいことだと思いますけども、はい、志賀原発が避難経路が寸断されたという現実がやはり、完全に安全なものはどこに一つないといったこういった原発に囲まれた日本で、避難の難しさ、そしてこう13年経っても未だにこういった、状況が続いているんだということを知っていただき、明日起こるかわからないような想定外の災害っていうのは必ずまた来ますので、皆さんにこの映画を見ていただいて、自分の宮城を守るっていうようなそういった行動に、皆さん心がけて、この映画を意識して見ていただければなと思っています、はい、ね、監督も、関西の劇場来られますんでね、ぜひともまた、はい、まあ、その辺中心とか、またいろんなトークセッションみたいなのもありますからね、見て、ね、またそういう時間も共有していただけたら皆さんありがたいかなと思います、はい、本日はね、お忙しながらどうもありがとうございました。よろしくお願いします。